あなたは今、舞台で演技をしています。この舞台で一番重要な演出となる小道具は何でしょう？ 1. 大太鼓。 2. 大きな木の椅子。 3. 飛ぶためのワイヤー。 4. 大量の紙吹雪。診断結果。自分を犠牲にできるかがわかります。1. 大太鼓。あなたは身内に対する愛情がとても強いタイプです。家族のためなら、自分がどんなに苦しい目に遭おうとも、身を削って役に立とうとする強烈な自己犠牲心を発揮します。しかし、血のつながりのない他人に関しては、かなり用心深いです。困っている友人がいても、自分が巻き込まれない程度の最小限なフォローしかしません。2. 大きな木の椅子。あなたは、自分を犠牲にして人に尽くすということはありません。自分の幸せを後回しにしている人が、人の幸せを手伝えるわけがないと考えています。まず自分の立ち位置を整えてから、周りの手助けをするというスタンスを貫くので、冷たいと誤解されることがあります。しかし、フォローするときには全力で手を貸すので、最終的には尊敬されるでしょう。3. 飛ぶためのワイヤー。あなたは人の頼みを断ると相手を傷つけるのではないかと、心苦しくなってしまうタイプです。特に恋人や友人などが助けを求めると、それがその人のためにならなくとも、手を貸してしまいます。気をつけないと危険な方向に引きずられてしまいます。断る勇気を持ちましょう。4. 大量の紙吹雪。あなたはかなりのお人よしです。常に周りの空気を読み、一番困っている人に寄り添い、その人が輝けるよう手助けをします。自分の評価などお構いなしで他人に尽くしますので、それに感謝し、恩返ししてくれる人も多いでしょう。しかし、裏方として支える相手を間違えると、永遠に都合よく振り回されてしまう可能性もあります。もっと自分の幸せを優先しましょう。チャンネル登録、お願いします。チャンネル登録、お願いします。恋人から、あなたをイメージしたケーキをもらいました。